この物語は幕末に生まれ、維新志士から幕府の役人、大蔵官僚を経て34歳で実業家に転身、470もの会社を作り、日本資本主義の父と呼ばれた渋沢栄一の人生を描いた物語です。ビジネスで成功したい、人の役に立つ仕事がしたい、起業家の伝記から学びたいという若者、起業家、ビジネスマン、あらゆる方にぜひ見ていただきたい物語です。渋沢栄一は1840年3月16日、現在の埼玉県深谷市に生まれた。父市郎右衛門、母栄、渋沢家は農家だったが、父は藍の葉の目利きに優れ、藍玉の製造販売で裕福になっていた。7歳か8歳の時、いとこの小高惇忠に学問を習った。次第に本を読むのが面白くなっていき、小説から論語、歴史書までさまざまな本を読んだ。年始の挨拶回りの時に本を読みながら歩いていたら溝に落ちてしまい、晴れ着を汚して母にひどく怒られた。14歳になった時、読書ばかりでなく農業、商売にも心を入れてくれないと一家の役には立たんと父に言われた。そして父の代わりに藍の葉の買い付けを頼まれた。父の真似をして、この葉は肥料が足りない、こっちは乾燥が足りないと言うと、大人たちにすごい子供が来たと驚かれ、ほとんど一人で買い集めることができた。父に手際が良いと褒められた。17歳の時、領主から呼び出されて、今すぐ金を貸せと言われた。役人の横暴な態度にすごく腹が立った。ただ武士と農民というだけでこんな風にバカにされるのが納得できず、農民を辞めたい、武士になりたいと思った。1858年、日米修好通商条約が結ばれ、外国との貿易が始まると、物価が急上昇し、生活に困る人々が増えた。これは外国人のせいだと激しい攘夷運動が起こるようになった。栄一も国家の一大事を前に、農民などやってはいられないと父の反対を押し切り、江戸に出た。江戸で学問や剣術を学ぶ中で、仲間と共にある計画を企てた。横浜の外国人居留地を焼き打ちし、江戸幕府を転覆する計画だった。家族に害が及ばないよう父に勘当を申し出た。お前は自分の役割を超えて望むべきでないものを望んでいるのではないか。日本がこのまま沈んでしまっても関係ないと言っていられるのですか。分かった、もう何も言わない。ただ道理を外れたことはするなよ。そして家を出た。もちろん計画のことは内緒だった。計画は京都から戻ってきた仲間の説得で中止。確かに無謀だった。しかし辞めるとなった以上、今話が漏れたらお縄になってしまう。しばらく京都に行って身を潜めることにした。江戸で世話になっていた平岡円四郎という人を頼った。平岡は徳川将軍家の親戚、一橋家の重臣だ。平岡は栄一たちの計画も感づいていたが、その上で栄一の才能と志を見込んで、一橋家に仕官しないかと誘ってくれた。幕府を倒そうとしていた栄一は悩んだ末に、平岡の熱心な誘いに応じ、一橋義信の家臣となった。一橋家では兵士の募集、財政の立て直しなど多方面で手腕を発揮した。1866年、栄一27歳の時、江戸幕府第14代将軍家茂死去。栄一の主君一橋義信が第15代将軍に就任した。しかし徳川家、幕府はもう腐りきっている。いくら賢明な義信様といえど立て直すことはできない。わざわざ泥船に乗るなんて。栄一は失望した。仕事のやる気もなくなってしまった。もともと幕府を倒すつもりだったのに、今は幕府の役人になっている。このまま幕府に仕えていても仕方ないな。また元の浪人に戻ろう。そう決意した時、フランスに招待されパリ万博に出席する将軍義信の弟、徳川昭武のお供でフランスに行くように言われた。願っても見ない申し出、ぜひ行かせてくださいと即答した。1867年、横浜を出発し56日かけてフランス・パリに着いた。栄一は近代国家パリの街並みに度肝を抜かれた。パリ万博、そしてヨーロッパ各地を見学。
鉄道、ガス灯、新聞、病院、紙幣、銀行、株式会社、あらゆるものが新鮮だった。これを日本でも実現したいと栄一は思った。ベルギーの国王に会った時、国王が国内の産業や経済のことを真剣に話していた。日本では支配者が金のことを言うなど卑しいと教えられてきた。これは大変な驚きだった。ヨーロッパ滞在中に大政奉還が起こり、幕府が朝廷に政権を返したことを聞いた。帰国してみると江戸は東京となり、時代は明治になっていた。主君徳川慶喜は静岡に謹慎させられていたので、栄一も静岡に行き、そこで商法会所という日本初の株式会社を立ち上げた。そんな時、大蔵省の大隈重信からスカウトされ、東京に出て大蔵省の官僚となった。税制改革、金融改革、殖産興業、富国強兵、出来上がったばかりの明治新政府、大蔵省の仕事は大忙しいだった。1872年、栄一の働きで官営富岡製糸場を設立。しかし明治政府の財政計画はめちゃくちゃだった。政府のトップは会計の原則すら分かっていない。無限に予算があるとでも思っているのか。とてもやっていられない。1873年、34歳の時、栄一は大蔵省を辞めた。栄一には確信があった。幼い頃から学んできた論語の教えに従って商売をすれば、人として正しい道を歩みながら利益を上げ、国家や社会のために役に立つことができる。これからは民間の力で日本の商工業の発展を図ろうと、実業界に身を投じることにした。その年に第一国立銀行、現在のみずほ銀行を設立。その後も鉄道会社、ガス会社、証券取引所、保険会社、ビール会社など470もの会社を立ち上げた。東京商業学校、現在の一橋大学の設立や女子教育の普及など、教育や社会事業にも力を入れた。当時の東京は幕末の混乱で家や財産を失った人で溢れていた。そこで栄一は養育院の運営に携わった。養育院とは、身寄りがなくまた自活能力もない老人、病人、孤児などを保護・養育する施設。養育院のような施設は働かなくても生きられる怠けた人間を作ってしまうという反対もあったが、戦争や災害、病気で家や仕事を失った人もいる。栄一は絶対に必要なものだと信念を持ち運営し続けた。明治になり身分制度が廃止されたとはいえ、人々の考え方はそう簡単には変わらなかった。当時の商人は商売に学問や道徳はいらないと思い込み、約束は守らない、金さえ儲かればいいという商売を当たり前のようにやっていた。また一方で、かつての武士は商売や金の話をするのは卑しいと商人や商売を軽蔑していた。しかしそれは違う。商売や金儲けにこそ道徳が必要なのだ。そして決して商売や金儲けは卑しいこと、悪いことではない。人としての正しい道、道徳と商売金儲けの道、経済は正反対のように見えて実は矛盾しない。道徳と経済は一体となって発展していくべきだ。栄一は道徳経済合一説を唱えた。70歳で実業界を引退した栄一は自身の経営思想をまとめ、1916年、論語とそろばんを出版した。論語は孔子の教え、道徳のこと、そろばんは商売金儲けのこと。金儲けは論語の教えによってうまくいく。論語の教えもお金を稼ぐことで本当の価値が生まれる。論語とそろばんは必ず一致する。栄一は訴え続けた。1931年、昭和6年11月11日、渋沢栄一、永眠、享年91歳。論語とそろばんの最後はこのような言葉で締めくくられている。
道理とともに行動する者は必ず栄え、道理に反することをしようとする者は必ず滅ぶ。一時の成功や失敗にこだわらず、道理に従って自分自身の道を進んでいってほしい。成功や失敗なんて真心を込めて生き抜いた人生から出た残りカスのようなものである。